ゲームばっかりして、今のところのプレゼンテーションを書きたいと思います。よろしくお願いします。まず私は、この企画に入って、きっと周りの人と比べて少し変わった企画を発案してきました。例えばリズムネタだったり、シントムやスイドは、日もまた数式などのゲームを企画してきました。で今回私は、題材もそうなんですが、システムもそうなんですが、題材も少し変わったものを選んでみようと思って、今回企画したのが、トースターというゲームを企画しました。ゲームジャンルはトークパズルアクション。でターゲットの方は少し暇なところに少しだけ頭を使いたい。パズルゲームの方ではないんですけど、少しだけ頭を使うぐらいのゲームがちょうどいいかなと思ってターゲットしました。でゲーム概要なんですが、ステージには足場がない場所に2つの種類の異なる性質を持ったトークを足場として使い、主人公をうまくゴールへ導くという単純なゲームになっています。豆腐の種類の説明なんですが、まず絹ごし豆腐、特性なんですが、絹ごし豆腐皆さん知っていると思うんですけど、とても柔らかいと思うんです。今回このゲームは絹ごし豆腐は足場にすると1秒ほどで崩れてしまうんですが、ゲームは使用回数が決められていて、もう一つの特性、もう一つの種類の木綿豆腐よりも使える回数が多い仕様になっています。もう一つ、さっき言っていた木綿豆腐の方なんですが、木綿豆腐よりも、木の仕事豆腐よりもしっかりしていたため、何度その足場に乗ったとしても崩れないですね。ただし、崩れないという特性なので、あまり使用できる回数が少ないという仕様になっています。デバイスの方がマウスとキーボードの方になっています。まず W の方でジャンプ、 A の方で左へ移動できます。で D で右に移動となっています。次にマウスの操作なんですが、左クリックで金星ロープを配置、右クリックで木綿ロープの配置となっています。でこれがプロトタイプ版でしょう。ちょっと、できない部分なんですが、本来はこの上の部分に絹ごし豆腐と木綿豆腐の使用できるパズルが表示されます。そして木綿豆腐を設置し、うまく配置し、ゴールへ、右端の方なんですけど、ゴールに導くというゲームになっています。今見せたプロトタイプ版だと、モエンローを使っていなかったので、わからなかった。モエンローを使わなくてもいい、クリアできるんじゃないかと思ったので、モエンローの重要さ、使いどころを説明したいと思います。まず、絹ごし豆腐を4つまで使えるという条件だった場合、ここまで落とします。で、この今動いている赤のやつに当たってしまうと、キャラクターは元いた場所に戻ってしまう、後ろだった場合、もし違うところに木綿豆腐を使って、絹ごし豆腐をマウスポイント、この部分に置いてしまうと、タイミングが合わなく触れてはいけない棒に当たってしまうと思うんですね。ただし、ここに木綿豆腐を置くことによって、いつでも足場が崩れないので、タイミングよく向こうのゴール地点へ行けるという仕組みです。コンセプトなんですが、異なる2つの性質を持った豆腐の使いどころを考えさせて、純粋なパズルゲームや 3D ゲームよりも気軽にプレイできる、
ところがセールスポイントかなと思います。以上で、認知の森の豆腐旅のプレゼンテーションを終了したいと思います。ご清聴ありがとうございました。